こんにちは。牛窓アジア芸術交流祭牛窓アジアトリエンナーレの総合ディレクター花草です。こんにちは。ですね、今日は動画を、お送りしようと思いますけれども、まずあの動画のこの動画のですね、趣旨の方からですね説明します。はい。で、第3回ですけども、牛窓アジア芸術交流祭牛窓アジアトリエンナーレ、というのをですね、2017年7月20日からですね、8月31日まで、開催しております。今は今日は7月28日の、今何ですかね、昼の1時17分です。はい。でまさに今も、会期の最中ということですね。でですね、今日は僕は2014年、第1回が2010年だったんですが、第2回の2014年からディレクターをしていて、今年は2回目のディレクションという形になります。で今回、前回の話もまた後からしますけれども、今回はテーマを自由風景というタイトルにしています。はい。でですね、今日はこのテーマですね、自由風景というのがどういうことかということについて少し詳しく説明するという回にします。でなんでこんな動画を配信しているかといいます と、ですね、全部で、今回展示が5会場メインの会場は5会場なんですけども、全部この、自由風景のリバティから撮ってですね、リバティスクールとかですね、自由小学校と言ってますけども、リバティ、キンダーガーデン、それから、リバティシュライン神社ですね、それからリバティ、ちょっと待ってファクトリー、自由工房と訳してます。工房ですね、工場じゃなくて、これちょっと理由があるんですけど、ちょっと機会があったらまた話します。自由シュライン、キャナル、水路ですね、水路という日本語にしたんですけどね。で、この5個が5会場がメインで、今回は牛窓とついてます、シリミという主にですね、土地、シリのお尻の海と書きます。見えるかな、はい、シリミって呼びますという土地でやってます。でこの土地名もなかなか面白いんですけども、なかなかねかっこいい名前なんですが、ちゃんと理由もですね、古事記の人工天皇とかがですね、ちゃんと意味があったりするんですけども、で、展示はこの5つなんですけども、今回僕、ディレクターとして参加してますけど、基本の、僕の、アイデンティティは批評だと思っているので、批評的な講義ですね、レクチャーシリーズをやろうと思いまして、自由レッスンというレッスンを入れています。で全3回ですね、7月29日土曜日、8月12日土曜日、2週間おきですね、8月26日土曜日で、全部18時半から、ですね、瀬戸内市の中央公民館、瀬戸内市です、中公になっちゃいましたね、中央公民館でやります。これも無料ですからね、今回というかもう芸術祭の主導ですけども、全て無料ですから、ぜひ来てください。そのからのちょっと有料で僕個人的にツアーとかはまたしますので、これはウェブサイトで確認してください。はい。ということで、これ29日12日26日とですね、本を必殺ずつ取り上げながらレクチャーをしていこうと思うんですけれども、そのいきなりレクチャーに入る前にですね、やはりなんでこんなことをやるのかということをしっかりとですね、テーマをまず前提として説明しておきたいなと思いまして、まさにですね、この瀬戸内市中央公民館の会議室ですね、今で、僕は今一人です。いいですね、一人って最高ですね。ちょっとカメラを回しましょうかね。はい、こんな会議室ですよ。
はい、でここで皆さんで、まあ、円卓なんですけどね、円卓の中で、はい、レクチャーをしようと思っておりますので、まあ、ぜひね、お時間のある方は、いらしてください。ただですからね、はい、ちょっと斜めになってるので角度を調整しますね。こっちかな、これぐらいかな、もうちょっとかな。はい、さてじゃあやりましょうか。全部消しますね。でですね、まずですね、はい、牛窓アジア芸術交流祭、まあ、ちょっとこれ名前が長いので、もうあの牛窓芸術祭っていう名前に第4回目からしたいなと、まあ、僕個人的にはちょっと思ってまして、まあ、というのも僕は2回目から参加しているので、まあ、僕ちょっとこの名前付けには関わってないので、さすがにちょっとですねツイートとかでですねちょっと時数を食ってしまうので、牛窓芸術祭にしたいなというふうに思っておりますが、ので、まあ、ちょっと今日はもう牛窓芸術祭って言っちゃいますね。でこの牛窓芸術祭ですね、実はですね新牛窓芸術祭なんですね。はい、あそっか、でもまあ分かってないから、まあこれを見ていただける方は分かっていると思いますけど、あの牛窓っていうのは岡山市の瀬戸内市っていうところにあります。牛窓っていう方ですね、これ牛窓と呼びます。で瀬戸内市という市にあります。岡山です。瀬戸内市岡山ですね。はい、でこの芸術祭は、芸術祭自体は2010年からこれはだとちょっと見にくいですね、やっぱり太い本です。2010年から始まってるんですが、実はですね、1984年から1992年まで、この土地でですね、芸術祭が開催されていました。ジャパン、牛窓、中骨が牛窓、国際芸術祭、牛窓ビエンナーレっていう名前とか、まあ、ちょっといろんな呼び方が、というか、まあ、公式にいろんな呼び方があるんですけども、一応これでいきますね。国際芸術祭。で、この時期、非常に最近、まあ、芸術祭、岡山でもですね、福武さんが、ベネッセですね、がされている、瀬戸内国際芸術祭などなどですね、芸術祭各地で開催されているわけですけども、非常に早いですね。地域系 の、 あの牛窓も決してあのアクセスがいいところではないですから、そういうところ、まあ、いわゆる地域アートですね。最近は地域アート、あー藤田直哉さんの本でこの言葉が非常に有名なんですが、地域アートとしては、非常に早い。で、僕は あの勝手な命名ですけども、早すぎた、まあ、芸術祭、地域アートでもいいですけど、芸術祭というふうに僕は言ってます。はい、でですね、なんといってもですね、この芸術祭、本当にですね、出ているメンバーをですね、まあ、ほとんどあの、まあ、早すぎたのでほとんど歴史に残ってないというか、あまり振り返られることがないんですが、もう本当にすごいメンバーです。で、まあ、資料というか、まあ、カタログのようなものは、ですね、陶金美とかですね、あと神美か、国立神美とかにはですね、あのちゃんと収められていますけれども、それほど数を吸ってないので、まあ、なかなか手に入りづらいですが、興味のある方は見てください。で、まあ、これは僕がいろいろな資料から集めたものですけれども、例えばです、84年、まあ、シンポジウムやってるんですけど、赤瀬川源平さん、浅田明さんなんかも来られてますね、三宅リーチさんも来られてますね、ジャン・フランソワ・ゲリーとかね、まあ、すごいですよ。で、ですね、あ、これ第1回ってもしかしたらシンポジウムだけだったのかな、これちょっと僕、あ、ごめんなさい、違いました、野外彫刻をやってますね。で、84年は、若手作家が多かったようです、当時のですね。ただ藤博さん出てますね、野村和弘さんとかね、今でもね活躍されてる方が残ってます。で第2回から、これが、まあ、正確に言いますと、1回は国際ビエンナーレって呼んでて、でだから 2年に一度は、国際的な芸術祭とか世界からアーティストを呼んできて、もう1年は主に国内のアーティストで若手をやるっていう、そういう芸術祭だったんですけど、その中の第2回、1985年、すごいですよ、これ。
参加作家がダニエル・ビラ、ウーライ&マリーナ・アブラモビッチ、松沢豊、小杉武久、篠山紀信、ね、でシンポジウムにはですね、池田増夫さん、篠山紀信さん、山口勝弘さん、千葉茂雄さん、千葉茂雄さんはあのコミッティのメンバーだったんですね、カール・エフラー、それから伊藤俊治、堀内正和、まあすごいメンバー、こういう、メンバーがですね、ずっと出続けてた。例えば、まあ、87年はジョエル・シャピロ、ジョゼッペ・ペノーネ、村岡三郎、須賀喜志夫で、これもすごいな、シンポジウムは中澤慎一さん、若川みどりさんなんかも、ハリウさんも来られてますね、ハリウチロウさん、ね、でどんどんちょっと行ってみよう。お、第5回はですね、まあ、これ演劇もやってたんですけども、大野和夫さん来られてますね、はい、で今言ったらもうびっくりするでしょ、ね、で第6回はですね、でもこれ本当に若手、まあ、第6回は若手なんですけど、第6回1989年若手かな、若きアジアの展開という展覧会に面してるのか、これはなんですが、すごいですよ、蔡國強さん来てますね、当時まだ福島に住まれてました。それから黒田雷治さんの名前があるんですが、これは多分、あ、これシンポジウムだな、で、黒田雷治さんが来られてるのかなと思いますね。でその次はすごいですね、また1990年はですね、あ、1990年に光と空間というテーマがあって、蔡國強さんとかキム・ショウエイですね、来てますね、シンポジウムは西部進さん、鷲田清和さん、それから宮脇彩子さんなんかも来られています。はい、91年アニッシュ・カプーア、ゴットフリート・ベヒトルト、これは実は、メイン会場となっていた牛窓のオリーブ園という中にまだ作品がありますね。大きな鉄のま、っすぐな、彫刻作品ですけれども、ミニマルな、これ素晴らしい作品ですね。それから川又忠さん、野村仁さん、野村仁園、ですね、ということで、まあ、そんな感じですごいメンバーが来られていた、こんなにすごい、芸術祭があったんですけれども、やはり、今のようにですね、地域での芸術祭、地域で芸術をやるということが一般化していない時代ですから、あまり振り返られなかったということと、それから作品があんまり残ってないんですね。で、ですね、まあ、日本、あのオリーブ園というところを、まあ、中心に、オリーブ園、これはまだ今もあります、を中心に、されてたんですけども、まあ、基本的にはここの、まあ、当時社長さんだったのかな、服部恒夫さんというですね、恒夫さんという方がですね、地域の芸術祭、地域に貢献するんだという、まさにですね、地域だからこそできる芸術祭をやりたいということで、自ら出資されてですね、すべて、個人、ほとんどまあ個人と言っていいと思いますけれども、で、芸術祭を開催されていた9年間、という方です。で、でまあ、92年で終わっていたわけですけれども、それをまあ復活したいということで、今の我々のその牛窓の芸術祭の方に、の事務局長というポジションについております藤井さんという人がですね、服部さんの、まあ、まあ、一番弟子みたいな感じなって言えばいいのかな、そういう方なんですが、その藤井さんが、もう一度芸術祭をやりたいということで、岡山市の建築家の丹羽秀樹さんという方と、今総合プロデューサーという名前になってますけども、組んで、芸術祭を2010年に復活させると。で当時はまだ服部さんご存命でしたので、服部さんは主催という形で、入られたと。ただ、まあ、服部さんも当時オリーブ園の会長で、もう80代、当時も後半ぐらいだったんじゃないかなと思うんですけども、2010年の時点でだったので、まあ、服部さんが直接関わることはなかったんだと思いますけども、第1回が行われて、で、まあ、その第1回の時はディレクター入ってなかったみたいですけれども、で、まあ、やはりディレクターが必要だということになって、第2回から私がディレクションで入るということになりました。で第2回の時も服部さん主催っていう、これ こっちの方の主催です、最初の主催ですね、で入っていただいていて、まあ、最後にですね、あ、で、まあ、去年亡くなってしまったんですけれども、もう本当に最後に、芸術祭見ていただいて、面白かったというふうにですね、まあ、アブラモビッチとかね、カプワとかね、見てきた、の芸術祭を見てきた服部さんにそういうふうに言っていただけたら大変嬉しかったですけどね。
まあ、服部恒雄さんですね。ただまあ、あの、なんて言うんでしょう、あのこの我々オリーブ園、東方を中心にやってるわけではなくて、まあ、やはりこの服部恒雄さんのが芸術祭をやっていたという地域でね、この早すぎた芸術祭ですけども、この精神をですね、まあ、引き継ぐということで、まあ、あの直接の貢献というかね、あの事務局とかそういうのはか全く、かぶっていないので、基本的には服部恒雄 の精神を引き継ぐスピリットという、考えで、スピリットを、まあ、まさにスピリットですね、今や服部さんは亡くなって、うん、まあ、あのこのスピリットのに向けてやっていると言っても過言ではない、僕の気持ちとしては。という芸術祭になっております。はい、でですね、でちょっと第1回目のことはですね、第1回目というのが2010年ですね、牛窓芸術祭新しくなってからの2010年のことはですね、僕もちょっとあまり、把握しておりませんで、ごめんなさい。これはなんかまた、関わっておられた方、まあ、藤井さんとかに聞くしかないですけども。で、まあ、取り柄なんですけど、まあ、ちょっと4年空いてますが、2014年に、僕がディレクターで入りました。で、ですね、今回は、まあ、自由風景、さっき言ったように自由風景、2017はのテーマは自由風景だったというか自由風景なんですが、リバティサイトです。これあのちなみに英語の方から考えましたね、本当はサイトです。サイトどう訳すかって言ったら、まあ、風景にしましたけども、これは後ほど説明します。で、2014年はですね、テーマなしにしました。はい、ということで、なんでこうテーマなしにしたか、ただあのちゃんとコンセプトは書いたので、それをですね、ちょっとですね、当時2010年に僕が書いたテキストをですね、ウェブサイトの方にもアップしておりますけれども、ちょっと読んでみたいと思います。はい、あれ大丈夫かな、まあ、大丈夫ですね、はい、で、じゃあ読みます。日本全国でアートプロジェクトの数が増加し続ける中、なぜ牛窓という土地で新たなプロジェクトを開催するのか。それには理由がある。牛窓の地には歴史があるからだ。1984年から9年間開催されていたジャパン牛窓国際芸術祭のことである。この芸術祭へは現在では大御所となっているマリーナ・アブラモビッチやダニエル・ビラン、サイ・コッキョーなどそうそうたるアーティストが参加していた。しかし彼らも当時はまだ若手の作家だった。今から振り返ると先進的なアートプロジェクトだった。かつて芸術祭が開催されていた土地でその歴史を確実に引き継いでいくことに価値を見出したい。歴史を引き継ぐこと、これがディレクターを任された私の使命だと思っている。ここで今回の芸術祭、2014年の芸術祭のことですね、の特徴を2点挙げておこう。まず、20代から30代の若手作家の新作のみが出品されることだ。彼らの作品はまだ評価が定まっていないため、その作品が提示する問題についての回答例はない。その意味では理解の難しい作品群だと言える。しかし同時に回答例がないからこそ鑑賞者には解釈の自由が与えられる。そして私たちは鑑賞者が自由に作品を解釈し芸術を楽しんでくれると信じている。鑑賞者の力を信じ彼らに自由を付与すること、これが今回の芸術祭の目的の一つだ。加えて全体のテーマをあえて設けなかったこともこの芸術祭の特徴といえる。多くの芸術祭ではディレクターが全体のテーマを設定して作品や作家を選出する。そこでは鑑賞者はテーマに沿った鑑賞を方向づけられ、作品はテーマの枠内で解釈される。つまりディレクターが強力な権力を持ってしまうのだ。一方若手ばかりが参加する今回の芸術祭ではテーマの設定が不可能だと判断した。テーマを設定したところでその枠内に収まらない作品が出てくることが予想できたからだ。実はテーマからこぼれ落ちる部分にこそアートの面白さがある。そこでテーマに収まりきらない作品を制作するだけの力を持った作家を選出した。私は彼ら自身と彼らの制作する芸術作品の力を信じている。今回の芸術祭は特に地域活性化を目的にしたものではない。芸術の力を信じて若手作家を選出し鑑賞者に生の芸術を提示するだけだ。
生まれ落ちたばかりの作品を自由に楽しんでほしい。その経験が地域活性化に収まらない結果を生むと期待している。というテキストを書きました。はい。ということで、まあ、初めの方はですね、昔のジャパン牛窓国際芸術祭の話をしています。で、いきなり芸術祭をやるわけではないというのが牛窓の特徴だと思います。よくなんで芸術祭やるんですかとか、どういう特徴があるんですかって聞かれるんですけども、やっぱりまあ昔あったもので、その地でやるということはやっぱり必然性があると思いますね。で、これも後から喋るかもしれない、まあ、先に喋っちゃいますと、僕2010年にですね、じゃあちょっと作家を紹介しようか、先に。2010年の作家を全部紹介しますと、チンポム、ナムヒョジュン、アルガシンゴ、伊藤信明、林千穂、松井絵里奈、遠藤一郎ですね、という作家を呼んだんですけども、ですね、例えばですね、チンポムはあそこですね、まあ、ちょっと結局いろいろあって、まあ、旧作というか、まあまあ、連続した作品になったんですけれども、パルコの前で、ゴミ袋型のバルーンを置いたっていう作品がありましたけど、あれをですね、牛窓っていうか、まあ、奥駅の近くにあります夢タウンっていうんですけどもね、あるんですが、その夢タウンに持ってきて、8メートルって言ってたかな、大きさ8メートルのバルーンで、子供とかが中に、大人もですけど中に入って遊べる、空気で膨らませてっていう作品を展示したんですが、まあ何て言うんでしょうね、普通にそのお店にですね、普通に食品とか売ってるお店に大きいゴミ袋を黒いを置くわけですから、やっぱり異様なんですよね。でなんだけど、町の人たちも、それから夢タウンの人もですけれども、お店ですね、スーパー、もう、全然ビビらないんですよね。で芸術作品というか、ある種の突飛な作品が来たところで、それをにビビらずに褒めもしないいいなとかね、そういうことも特に言わないんだけど、否定はしない、拒絶しないんですね、ただただあるものとして自然に受け入れている、まあ、こう言ってよければまさに風景の一部として、受け入れている、そういう土壌というのはやっぱりですね、僕が思うに、まあ、服部さんだけではないかもしれないんですけれども、岡山あるいは瀬戸内、牛窓が芸術というものをずっとですね引き継いできた、その文化的な風土なんだろうというふうに思っています。で、まあ、そういう土地で芸術作品を作るというのはやっぱり必然性があるだろうと。それこそマリナ・アブラモビッチやダニエル・ビラン、等々最高峡なんかがですね、その土地でを踏んだと。でもう一度その土地をアーティストたちが若い、まあ、今回は特にまだ20代30代ですけどものアーティストが土地を踏むということにはやはり必然性があるし、そこから何かが生まれる可能性は高いだろうと。というのもアートというものは歴史そのもの、アートヒストリーだと僕は思うので、そういうことを書いているというわけですね。はい。で、あ、やばい、どこに行ったか分からなくなっちゃった。それからその歴史を引き継ぐということと、あ、そうですね。まあ特徴として、まあ若手ばっかりだから、作品の回答例はない。つまり偉い、これは偉い作家だから来たとかですね。海外の作家だからすごいんだとか、そういうことを言うつもりは僕はもう全然ないというか、まあ、そういう楽しみ方って地域の芸術祭でやる必要はない、都会だったらいいですけどね、と思っているので、なんと言うんでしょうね、その有名な名前とかあるいは権力みたいなものを地域の人に押し付けるというものは僕はまあ倫理的にも間違っているというか、あんまりかっこいいこと、まあ、かっこ悪いことだと思っているので、その彼ら地域の芸術、そしてその生の状態で全然驚かずにね、芸術作品を見てくれる彼らにだからこそ見せられる、作品を作ることが可能だというふうに僕は地域アートはというか、まあ、牛窓という土地、瀬戸内市ですね、
はそういう場所だと思って、岡山って言ってもいいか、まあ、そういう土地だと思っているので、回答例がないような作品も自由に、作ってもらい、そして回答例がないからこそ楽しんでくれる、うん、回答がないこと自体を楽しめる、そういう風土が、文化的な風土があるというふうに、思っています。加えてですね、あ、でテーマも設定しなかったと。で、まあ、強大な権力を持ってしまうというふうに思ったということなんですね。で、まあ、いろんなテーマを皆さん設定されますけども、まあ、テーマが必要なのかなというのはちょっとよくわからん、あんまりなんかそういうのやりたくないなと思ってですね、僕はやっぱり批評家タイプなんでしょうね、ディレクションというかキュレータータイプじゃない考えなのかもしれないんですけど、自分、なんて言うでしょうね、自分も新しいものを見たいので先にテーマを設定してですね、アーティストを縛ることもしたくなかったし、そんなことをしたらですね、自分が分かる範囲でしか、僕が分かる範囲でしか、僕が考えられるね、範囲でしか、つまり僕の中にある回答例の範囲内でしか、作品が出てこないということになりかねない、まあ、どうしてもそういうふうになってしまうでしょう、ので僕が楽しめないわけですね。僕が楽しくなかったらやる意味ないので僕も楽しめる作品、ということで、後々ね、作品について語ることができるけれども、先にこういう展示ですよって語ることができない、まあ、そういうような感じですかね。ということで、ただし、作品の質というかですね、とか作家の質に関してはもう絶対の絶対に、質を落とさないようにですね、作家を選んでるし、まあ、毎日ね、制作とかも見には行くし、コンセプトに介入したら全然しないですけどね、そういうことはしていましたね。今回もしています。で、まあ、これはちょっと危ないのかもしれないですが、地域活性化を目的にしたものではないというのはですね、要するにですね、単純に僕は地域活性化という言葉を芸術祭や地域アートの時にはみんな言いますけども、あれ要するに経済のことだと思って、金のことだと僕は思っているので、それは金は儲かります、すぐには儲かりませんよというふうに、言いたかったですね。でそれを受け負ってしまうとですね、やっぱりもう短期的な視点でしか見れないものが見れなくなるので、そうではないということを先に言ってしまった。で、実際ですね、服部恒雄さんの、ジャパン牛窓国際芸術祭もですね、経済効果があったかというとそんなに僕なかったんだろうと思うんです。で、ものすごくその芸術祭によって、牛窓の地域が発展したということはないというふうに思うので、経済効果は特にないわけですが、長期して的して、まあ、30年ぐらい経って僕たちが引き継いでいるわけですけれども、そういうふうに歴史を引き継ぐことに関しては明らかに地域が活性化している、ということですね。だからこの場合の最初の地域の活性化を目的にしたものではないというものは経済効果ではないということで、ただ、まあ、ある程度はあるんですよ。人が来ますからね、お金を落としてくれますから、ありますので、ある経済効果あるんですけども、それだけが目標じゃないということを言いたかった。でただなので最後に、地域活性化に収まらない結果、経済効果ありますけれども、短期的にはそれだけじゃない、もっと大事なものがある、でそれは僕はが今回言ってるような風景、あるいは風土を残すことだというふうに思っているということです。はい、まあ、そんなところですかね。前回に関しては、前回の、作品についてもですね、ウェブサイトの右上の方の2014というのをですね、クリックしていただいたらですね、ちょっとだけなんですけど、ごめんなさい、見ることができます。で、ものすごいお金がないので、カタログとか全然作れてないんですけども、どうにかですね、今後、まあ、今後はもう僕は一応総合ディレクターを続けていく気持ちでいるので、どこかでですね、全部まとめてですね、ちゃんと書籍にしたいなというふうに思っておりますので、出版社の皆様、ご関心いただければよろしくお願いいたします。はい、でやっとですけれども、今回の芸術祭のテーマに行きましょうかね。はい、ただですね、これ今何分経ったのかな、だいたい30分ですか。で、まあ、僕がですね、暑い中作業をずっと、もうドカタ作業みたいなですね、作業してこんなに真っ黒になっちゃってね、サキャップも汚れてますので、水をたくさん飲んでいたらですね、トイレに行きたくなりました、ということでトイレ休憩を勝手にしますが、皆さんこのまま
カットしてすぐにつなぎますんで、また会いましょう。はい、どんどん続きます。すぐ続きますからね。